ミハイル・イ・リチ・ボンダレンコ、民族名ムイハイル・イ・リチ・ボンダレンコは、ソビエト連邦の政治家。1903年9月8日、ロシア帝国へ、ルソン県エリザベトグラードのカジ屋の家庭に生まれた。地元の高等小学校を卒業して1917年から、カジ屋見習いとして働き始め、その後、エリボルティの機き工場の専番校を務めた。1919 19年末に、 コムソモールへ加盟し、同年から1922年まで工場のコムソモール文化部部長を務めた。1923年にはロシア共産党の党員候補となり、1925年1月に党員となった。1923年から翌1924年までは地元のクラブマネージャーとして働き、 1925年から翌1926年までは、党の工場委員会で先導、宣伝部部長を務めた。同年から翌1927年までは、ジノビエフスクカンクソビエト執行委部長。同年から翌1928年までは、ウクライナ共産党、コンパネエフ家区位、初期。1929年には、ガンクロ老ソ会議文化部部長。 1930年には、元区新聞編集者を歴任。同年から翌1931年までは、当時のビエフスクシー文化、宣伝部部長を務めた。しかし同年には、トビリシュへ送られ、1933年まで、全連邦共産党ザカフカース地方医選導、大衆キャンペーン部部長及び副部長に就いた。 1933年から翌1934年までは、アゼルバイジャン共産党バクウシー組織部部長、同年から翌1935年までは、アジズベコフシー、第一初期、同年から翌1936年までは、シャウミアノフスクチクイ、第一初期を務め、1935年からは、アゼルバイジャン共産党中央委員候補にもなった。 1936年2月には、石油計画の順調な実施に果たした役割を称して、労働赤旗勲章を授与されている。しかし、ボンダレンコ自身は、ウクライナ人として、祖国で働くことを望んでおり、同年に、モスクワからハリコフでの勤務を打診された際には、これを了承した。そして12月4日から翌1937年7月まで、ボンダレンコは、 ウクライナ共産党ハリコフ氏第2書記を務めた。1937年7月から翌8月まではハリコフ周囲第2書記に就いたが大粛清の空席を埋める形で同月16日から翌9月までビーンネツァ周囲第1書記を代行した。8月30日に開催されたウクライナ共産党中央委総会においてボンダレンコは 他の出席者に同調し、人民委員会議議長、パナス・リプチェンコについて、反革命的民族主義組織への関与は完全に立証されており、疑いの余地は一切ないと非難した。そして8月30日に、リプチェンコが自殺すると、党中央委官部会によって同日、ボンダレンコは公認の人民委員会議議長、そして党政治局員に付けられた。 政府庁としてボンダレンコは、キエフ市のレーニン博物館建設について、1937年の綿の収穫について、馬の繁殖状況を改善するための措置について、ウクライナ果物トラストの、ウクライナ食品産業人民委員部への移管について、ウクライナの司法機関の施設及び設備の提供について、地場産業人民委員部ハリコフ市木工省トラストの、 傾工業人民委員部への遺憾について、などの法令に署名し、また10月革命20周年記念式典へ向けた予算配分を指導した。その一方で、キエフのピオニエル宮殿に完せられていたリプチェンコの名を人民の敵、反革命、民族主義者、スパイとして削除させる決定にも関与した。10月8日に、ボンダレンコは人民委員会議と、 党中央委の合同決議に基づいて、モスクワへ派遣されたが、13日に逮捕、投獄された。そして、石油産業で活動していた、反ソビエトトロツキズムテロリズム、大業組織に加わっていた罪に問われた。ボンダレンコは、ソビエト権力の乱用と、資本主義の回復を目的とする、トロツキズム団体に1931年に、重保され、その中心人物であったとされ、 翌1938年1月27日には、ウクライナ共産党政治局員を解任された。そして、翌2月8日に、連邦最高裁軍事参議会の非公開審理によって、資産没収及び死刑の有罪判決を下され、10日にモスクワで処刑された。その後、ボンダレンコは1956年4月14日に、名誉回復がなされた。ありがとうございます。